この動画は以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。あい、覚えていますか？動画を投稿していないうちに、なんだかすごいことになっちゃったね。私はそんな中、良いのか悪いのか外に出なくてもいい事情になったので、家にこもってこちらの制作に取り掛かっておりました。とにかく一つ言えることがあるとすれば、オタクは作品を食べてないと病むので、おかず代わりに、私の動画をご飯のお供にすると良いでしょう。見るのに時間かかるしね。それでは本日も、あんなことこんなことを始めましょっか。今回の作品は、彼らのすべてが収束する運命のは、回るピングドラム。回るピングドラムは、2011年の夏に放送された、全24話のオリジナルテレビアニメだよ。このシリーズですでに何回か紹介している、生原邦彦監督の2作目にあたるオリジナル作品だね。実はウプ主が、初めてリアタイしたい国アニメでもあります。監督の最新作、サラザンマイ、の放送記念に、こちらもニコニコで一挙放送されていたのは覚えていらっしゃるかしら。当時、監督のアニメ企画がなかなか通らなかったゆえに、幾にアニメには長い沈黙が続いていたんだけど、かの、ウテナ、から10年以上の歳月を経てもたらされた新作の情報は、97年の衝撃を知る古つわものには、青天の霹靂だったろう。そのネット上のざわめきで、興味を持った人たちもいたんじゃないかな。前作に比べて何のこっちゃわからんタイトル。何者にもなれないお前たちに告げる。僕の愛も、君の罰も、すべて分け合うんだ、などの、不穏なキャッチフレーズの CM で内容を煙に巻いていたけど、このようなスタイルは、今では幾にアニメじゃ定番の予告になったね。実際、回るピングドラム、が放映されると、先読みしづらい畳みかける展開、有無を言わさぬ演出で、若いアニメファンにも衝撃を叩きつけてきたんだ。舞台は、2011年の現代日本。物語は、天使の飾りがきしむ、愛らしいベッドの窓辺から始まる。僕は、運命って言葉が嫌いだ。どこからともなく少年の声が語る。運命で人の全てが決まっているのなら、神様はひどく残酷だと。星降るベッドには、一人の少女が静かに眠っている。あの時から僕たちには未来なんてなく、ただきっと、何者にもなれないってことだけが、はっきりしていたんだから。夜が明けると、カラフルなペンキで塗られた家屋で今日も一日が始まる。弟の翔馬が朝ごはんを作り、兄の神馬と妹のひまりと食卓を囲んだ、和やかな風景だが、翔馬は一人悲しげに目を伏せずにいられない。ひまりは、あともって数ヶ月の命と宣告されているのだ。全然わかんねえよ。愛の話なんだよ。なんでわかんないかな？外では、銀河鉄道の夜のリンゴについて小学生が考察を交わしている。些細な日常の幸せを感じる看板に、ひまりが水族館に行くことを提案した。東京スカイメトロで、荻窪から池袋へ。昔のように、3人でペンギンを見に、電話を取る看板を置いて、ひまりと翔馬はお土産コーナーへ移動する。しかしその後ろにあった3つのゴミ箱から、3匹の謎の生き物が伺っていた。翔馬はひまりにペンギンをかたどった帽子を買ってやるが、会計中に神馬と合流し、ひまりを見失ったことに気づく。なんとひまりは、ペンギンの檻の前で意識を失っていた。救急搬送されるも、ひまりはそのまま息を引き取ってしまう。落ち着いて親族に連絡しようとする神馬と、家族の死に激高する翔馬。多分、それが俺たちに課せられた、罰だからさ。神馬が翔馬に言った瞬間、何かが起きた。生存、戦略。確かに亡くなったはずのひまりが、ペンギン帽をかぶった状態で叫んでいた。うろたえる兄弟に、運命の至る場所から来たという何者かが告げる。喜べ、わらわはこの娘の余命をいささか伸ばしてやることにした。もし、このままこの娘を生かしておきたくば。その日から、死んだはずのひまりは奇跡のように生き返った。これでまた平和な日常が戻ってきた。そう思っていたのもつかの間、
ショウマは自分の足元に、自分にしか見えない青いペンギンがいることに気づく。よくわかんないあらすじだね。あらすじを見ての通り、この、回るピングドラム、は、思い出の水族館で死去した三兄弟の妹が、そこで買ったペンギン帽子のおかげでなぜか生き返るんだけど、それ以来妹は、生存、戦略、と規制を発しながら、高倉兄弟を手錠付きで謎の空間に閉じ込めて、際どい衣装で、ピングドラム、なるものを探せと命令してくるからさあ大変。二人の兄、カンバとショウマが、妹、ヒマリを救うために、正体不明のピングドラムを追い求める物語なんだけど、1話を見ていただくだけでも、セーラームーンやウテナで培われた、生原邦彦の演出とシナリオ運びに、脳天を翻弄されることでしょう。幾にアニメの中でも非常に馴染みやすい絵柄と舞台ですが、急なアクセルとブレーキの連続で話が進む上、非常に癖の強いキャラが序盤の2話から登場するので、1クールの時点で振り落とされた人も少なくない。しかしこの、回るピングドラム、不条理ギャグものの顔をして、なんだこの意味わからんアニメ、と、見事に視聴者を油断させていたのだ。物語が進むごとに、徐々に登場人物たちの思惑の正体が明らかになり、9話以降から物語の中心に何があるのかがはっきりすると、後には引っ返せないところへ舵が切り替わり、一気に高倉兄弟の結末まで転げ落としていく。最初笑いながら見てた自分に、後々の情報を伝えても絶対信じないだろう。リアタイ当時にそんな感想が出てくるぐらい、このアニメは24話の中で、1クール途中と2クールまでで、物語に対する印象が麻薬に変わるんだよね。その緩急はジェットコースターに例えられ、11年夏アニメのダークホースとまで称された、リアタイ時はいろんな意味で追うのが辛く、終わりが近づくにつれて、なかなか味わえない情緒不安定を噛み締めさせられた作品だったよ。だから、個人的にはすごく見てほしいんだけど、とても、しんどくなるから、進めづらいアニメでもある。今だと最新作の、サラザンマイ、が出たから余計にね。それでも、あの情報量を自然な流れで成り立たせる構成の妙を、そこに書かれた生々しい重みを消化させた美しさは、知って損ではない。きっと何者にもなれないお前たち、その言葉にドキッとした人々に、回るピングドラム、がどのような物語なのかを、できる限りかいつまんでいこう。90年代後半、世紀末の時勢で少女漫画を土台にした前作のウテナ、その次の、ピンドラ、は、放送時期と時を同じくする2011年の日本という、限りなく、当時の現実に近い世界の中で書かれていく、世界観理解そのものが物語の理解につながるウテナや、後年のユリクマ嵐と違い、あくまでも登場人物たちが、地に足をつけて日々の生活を送る、舞台装置として機能しない現実世界が、ピンドラの舞台だ。この点は、後年のサラザンマイにも共通するとっつきやすさでもあるが、それは同時に、キャラクターの起こす行動の動機や手段も、非常に現実味を帯びるようになるんだよね。先に言ってしまえば、このアニメには1クール終了時点で、サブキャラで正気を疑うレベルのストーカーが2人出てくるし、主役のカンバも不可視のペンギンを利用した盗聴や不法侵入も意図はない、非常に現実的な、犯罪行為、の生々しい描写が、よく出てくるんだよね。だからこそ、突然、生存戦略、という叫びで叩き込まれ、不思議な空間へ巻き込んでは、ピングドラムを探せ、と命令する、派手な、ペンギン帽子の変身バンク、が、異様な爆発力で視聴者を引っ張り込む。明らかにおかしい奴が、明らかに非現実な場所で、明らかにおかしい言動で急に出てくる。これこそが、今回のピンドラで発揮される演劇的演出。何でもない現実の中に、ある部分だけ非現実的な空間が差し込まれる、表現だ。それはペンギン帽のイリュージョン空間の他に、キャラクターの心象風景であったり、世界の外にいるメタ的キャラの養分だったり、場所の移動、回想シーンへの移行の知らせにもなる。そして、どうにもできない現実の中に、ある種の奇跡が降ってきた時、人はその奇跡を失わないために奔走し、維持しようとするだろう。回るピングドラム、は、基本的にカンバとショウマがヒマリの命を延命し、かつ命を病から救おうと躍起になる、高倉家の家族、の話を中心に、ピングドラムに関わり、それを追う人々の人間関係、その根底にある、各キャラの家族関係、も絡まり合って物語が進んでいく。でも、演劇的演出がコミカルに話を押し流していく一方で、
キャラクターが背負い、ひた走る手段や行動原理には、動かざる現実、があるんだよね。劇中世界には10年以上経過しても忘れられない痛ましい事件があり、親に捨てられた子供たちは、子供ブロイラー、という施設に集められ、誰が誰だかわからなくなる、透明な存在になっていく、様々な、家族、が物語の中で描写されていくとともに、そのキャラがなぜその行動を起こすまでに至ったのか、何を求めて行動しているのか、という根本的な問題点が、周囲の主要人物のみならず、妹のためにピングドラムを探す、大義名分を掲げた、カンバとショウマすらも暴いていく。回るピングドラム、は、演劇的演出があっけらかんとしていればいるほど、どこまで行っても同じ影響を与え続ける、彼らの生きる世界が映える作品で、逆に言うと、シャレにならない描写をどう見てもシャレにしか見えない形で出してくる、という、強い攻めの姿勢で作られてる映像作品なんだよね。このアニメも例によって2週目以降がより楽しめる作品なんですが、特に前半の印象は、後半で開示される情報を踏まえると、なんとも思わないキャラの渋さから、思わぬ作り込みを発見できるでしょう。私は何回も見返したおかげで、今ではギャグ描写の部分で、全く笑えなくなってしまう副作用が発現しております。助けて。しかしそのような構成の物語のため、必然的にすごいことになるのは、アクティブに動く主要人物たち一人一人が持つ、驚きの情報量、代わりに情報が出ないキャラは、徹底して描写が少ない部分はありますが、それでも全体には濃密に組まれたキャラの背景が張り巡らされ、2クール目以降からガンガンあらわになっていく様は、まさに圧倒的。それゆえ1話1話に含まれる情報量がとんでもないことになっていて、エンタメとしてさらっと流せる快感、と、虫眼鏡片手にどこまでも重箱の隅をつつきたくなる快感、が、同時に味わえる作風は、まさしくイクニアニメ特有のお楽しみ、掘れば掘るほど、笑い、と、泣き、が混在していくのが、回るピングドラム、の独特な魅力となっているよ。ところで、この、回るピングドラム、ようやく発表されたオリジナルアニメの2作目のためか、前作の、ウテナ、を彷彿とさせるセルフオマージュが随所にあるんだよね。1クール目だと、主に少女漫画パロディが最初に出てきて、次第に、キャラの主張として少女趣味のミュージカルが入ってきたり、劇中世界の中で、明らか宝塚劇場のパロディの作中劇が出てきたりと、主におふざけとして使われていくんだけど、それで笑ってたりするところへ、急に、おや、として登場していくキャラに、東賀役を演じた小安武人が出てきたり、三木役を演じた久川綾が出てきたりして、この辺は事前知識があると、ヒヤッとする部分だね。あと個人的にそれっぽいと思うのは、これとか、これとか、このセルフオマージュについては、必ず分かっていなければいけない、というものでは全くなく、気づくとさらに深められる要素なので、そういう視点で見るのも楽しいぞ。純粋に、理解の助けにもなるしね。しかし、さらに注目すべきは監督の自作以外にも引用があるところ。回るピングドラム、では、1クールの時点で既存の小説が2つ登場する。それは冒頭のあらすじでも出てきた、宮沢賢治の、銀河鉄道の夜、と、9話の図書館のシーンで出てくる、村上春樹の、カエルくん、東京を救う、だ。もしこのアニメをすでに見ていて、内容や終盤の映像表現が理解できなかったという人は、これらの引用作品を、参考文献として読むのをおすすめしたい。先に、9話でひまりが探す本として登場する、カエルくん、から紹介しよう。村上春樹の、カエルくん、東京を救う、は、新潮、1999年8月号12月号までに連載された、地震の後で、という連作短編小説の、5作目として発表された作品だ。書籍としては2000年に発売された、神の子供たちは皆踊る、に収録されていて、実は、カエルくん単体では書籍化されていない。神の子供たちは皆踊る、は、上記の連作短編5作に、書き下ろしの、蜂蜜パイ、を含めた、初めての短編小説集なんだけど、1995年1月の阪神、淡路大震災の後の日本を舞台にした物語で、それぞれの主人公は、すべて直接の関係者ではなく、間接的、な影響で留まっている人物なんだよね。離れた土地にいた主人公たちは、ニュースによって地震を知り、
それがきっかけで親しかったはずの関係が崩れたり、逆に自分から遠い人間がどうなっているのかが気になったりして、そこで初めて停滞していたキャラクターの精神が動き始める。カエルくん、東京を救う、は、収録作品の中では最もファンタジーに寄った作品で、東京安全信用金庫新宿支店融資管理課の係長補佐である片桐のアパートに、突然2メートル以上はあろうかという巨大なカエルが待ち構えていて、東京を壊滅から救うために力を貸してほしい、と言われる物語だ。カエルくん、と名乗る彼が言うには、3日後の2月18日の朝8時半頃に、阪神・淡路大震災よりもひどい直下型地震が襲い、15万人の死者が想定される。場所は片桐が務める、東京安全信用金庫新宿支店の真下で。カエルくんは、そこで彼にとって信頼できる片桐と地下に降りて、様々な響き、震えを憎しみに変換して腹を立てる巨大ミミズ、ミミズくん、と戦い、これを共に打ち倒そうと頼み込んでくる。そこでカエルくんが片桐にしてほしいことが、一緒に物理で殴ってほしいのではなく、ひたすら自分の後ろで応援して鼓舞してほしい、というものなんだよね。まっすぐな勇気を分け与えてくれること、友達として、僕を心から支えてくれること、それだけで自分は、勝っても負けても誰も知らず褒められもしない、孤独な闇との戦いに立ち向かえるのだと。地震の後で、では阪神、淡路大震災がテーマに据えられているけど、村上春樹はこの直前に、同じ95年に起きた、地下鉄サリン事件の被害者、関係者に対するインタビューからなる、初のノンフィクション作品、アンダーグラウンド、を、その続編としてオウム真理教信者、元信者に対するインタビューを土台にした。約束された場所で、アンダーグラウンド2、を出版している。95年に起きた2つの大事件は、彼に、ある種の圧倒的な暴力の存在、を感じさせ。以来、村上春樹の作風は社会的な題材を取り扱うようになるんだよね。回るピングドラム、では、一度だけの引用にとどまっているけど、ピンドラの9話というのは、物語の変換点、として機能している回でもあるんだ。そこに横たわる、95年特有の文脈、を、回るピングドラム、という、新たな物語としてまとめ上げるために使われているのが、1話から直接言及が入る、銀河鉄道の夜、の文脈だ。働きながら学校に通う少年、ジョバンニが、ケンタウルス祭の夜に、丘からいつの間にか銀河鉄道の列車に乗り込んで、友人のカムパネルラと星々の駅を巡る旅を体験する、言わずと知れた宮沢賢治の童話作品の代表格であり、未完の作だね。増村博士先生の漫画家を筆頭に、杉井義三郎監督による映画や、様々な劇団でも舞台化があり、音楽でも用いられるほど普遍的な作品だが、この、回るピングドラム、でも、1話で、リンゴ、に関する考察が会話として現れ、2話で宮沢賢治の岩手に関する情報が登場するほか、赤く燃えるサソリの魂、や、空の穴、という用語が引用されているんだ。では、文脈としてはどのように使われているかというと、本当の幸いは一体なんだろう、という話なんだよね。この、本当の幸い、というのは、最初にカムパネルらの口からこのように語られる。僕はおっかさんが、本当に幸いになるなら、どんなことでもする。けれども、一体どんなことが、おっかさんの一番の幸いなんだろう。序盤には、仕事の成果に喜んだり自分の切符を眺める鳥々の様子から、本当の幸いになるのなら、自分が代わりに仕事をやってもいい、という気分になる。そして、サソリの日の昔話では、井戸に落ちて死にゆくサソリが神様にこう訴える。どうかこの次には誠のみんなの幸いのために私の体をお使いください。人類は古来から社会を作り、宗教で規律を育むことで生存戦略してきた生き物だけど、他人を本当に幸せにするための行為、というのは、なんだろうね。それは妹のために行動する兄弟であったり、お前のために、とこを諭す父親であったり、あなたのために、とこを包む母親なのだろうか、あるいは、逆に他人から本当にありがたいことをされた時に、次は自分の番だと立ち上がって、その人のために行動することだろうか、立ち上がって、そういう意思で行われることは、本当に誰かを、幸せにできるんだろうか？回るピングドラム、では、最小単位のつながりである、家族に焦点を当てながら、自分ではない誰かを思って行動する、そういうキャラクターが、多く出てくる物語でもあるんだよね。
だから、このアニメを見ていくにあたっては、世界観よりも、キャラクターの後ろに何があるのかを、考えながら見るのが、わかりやすいんじゃないかな。ここは？ここは、話スポイラーだよ。話スポイラー？言っちゃいけない話が集められる場所。言っちゃ？いけない。ここで未視聴者はシークバーを動かして、41分38秒までは消えてなくなるんだ。というわけで、ややこしい話では恒例のネタバレゾーンの時間だ。今回も人物相関図をバンバンネタバレしていくので、24話まで視聴を完了していない人は動画を飛ばしてね。ここまででお話しさせていただいた通り、おそらくこのアニメを楽しむにあたり、最も重要なのは、どういう家庭で育ち、親からどのように愛されていたのか、そして、それが本人にどのような影響を与えていたのか、この2点をどれだけ、読み取れるかだと思うんだよね。そこでこのネタバレゾーンではすでに内容がわかってる皆様と、各キャラで書かれていた家庭環境など、主要人物たちの背後にある設定を回顧していきながら、今一度このアニメの情報の巻き方が、やばいという事実について語り明かしたいと思うよ。ピンドラは、とにかく登場人物の背景と人間関係が、非常に複雑にこんがらがっているため、人の参考になれば幸いです。それでは、物語の始まりであり終わりでもある、三兄弟の背景から振り返っていこう。高倉三兄弟、それはビジュアルの差が単なる記号的要素と思わせておいて、実は本当に出自がバラバラで環境から受けた影響も違う、非常にややこしい三兄弟、その性格の違いは、マスコットでもある彼らのペンギンたちにも現れているね。喋るセリフそのものが印象的で、文章として風情が統一されているからこそ、加害者側の家族、という同じコミュニティに属する彼らの出自の違いによる、デコボコ感が大きく出てこないところが、描写として本当にお見事だよ。家族の長男を担う神場は、三兄弟の中で唯一、家族から愛された経験がある、子供だ。しかしそれは、実の親からではない。主に本当の肉親であるマサコで、おそらくマリオも含まれる。本来はピングフォース改め、飢餓の会に加担していた夏目星の父親の息子だったカンバは、兄弟の関係は良好だったが、カンバは実の父親から愛されてはいなかった。最終的には、やっぱりお前じゃダメだ、お前を選ぶんじゃなかった、と、生前の父親から、明確に、戦力外通告を受けていたんだよね。そこで彼が息子として新たに迎え入れられたのが高倉家で、おそらく、初めて彼を普通の子供のように愛してくれたのが高倉夫婦なんだ。だから神場は、昌磨よりも、親としての高倉夫婦を愛しているんだよね。夫婦が容疑者になった時も、昌磨より息子らしく涙を浮かべて訴える。実の父親から戦力外通告を受けた過去があるから、神場は、誰かのために役立てる自分、であることに強くこだわるし、しかも父親代わりの剣山からは、兄として家族を守る体験までさせてもらってるから。自分が先頭に立って家族の汚れ役になればいい、という一種の呪いに転じていると同時に、恋愛感情に近い好意を抱く、ひまりに対する強い献身として現れるんだよね。ちなみに1話から、また女の子と昌磨に言われておりますが、間違いなく飢餓の会との連絡も、付き合ってる彼女扱いで取ってるだろうね。だからこそ、途中からマサコが匿名で警告送ってきてるんだろうし、昌磨とひまりには、ずっとバレなかったってわけだ。対して家族の次男に位置する昌磨は、三兄弟の中で唯一、高倉家の実子、にあたる子供だ。だが、ピングフォースが活発に活動していた頃に生まれた彼にとって、実の両親は、大切な人ではなく、昌磨には愛されている実感はなかった。最低限の親の義務は果たしていただろうけど、両親のやることに対して、無関心な様子を見るに、多分長く一人遊びをして過ごしていたんだろうね。そのせいか、昌磨って基本的に、自分の価値を相対的に低く見積もりがちなんだよね。自分が誘拐されて脅迫までされたのに、自分より日記優先しろってリンゴに言って怒られてるし。ただ、幼少期は親に無関心のあまり事件自体が認識できてなかった分、成長してからは、自分の両親が多くの人々を殺したという事実が、彼にとって強いコンプレックスで、一番近くにいながら止められなかった、罪、が、自分にはある、と。自分と親を同一視しているんじゃないかな。その自分が加害者の唯一の肉親であるという認識が、余計に昌磨を自罰的な人間に成長させていて、特に自分が家族に選んだひまりや、被害者家族であるリンゴヘの、視野の狭い、強い罪悪感として現れてしまう。そして、恐ろしいことを企てた両親が率いていた、
気がノカイとの関係をやめないカンバに対しては、怒りとして発散される。2号がすっごい食べ物をがっつくのと、やたら殺虫剤撒いてるのって、そういう背景がもろに出てると思うのよね。そうやって率先して善の立場にいようと振る舞う反面、結果としてショウマは、兄弟の中で最も受動的な人間で、かつ両親よりも愛すべき家族である。高倉三兄弟、という関係性に、一番依存していたんじゃないかなぁ。幼少期から受動的だから場に流されて行動するけど、自分の利益として他人を切り捨てられる悪人でもないので、たまたま背景を知った人間が見捨てられず、流されたまま付き合い、素直な言葉を発する。でも、それが結果的にひまりの孤独を救い、自分を見失っていたリンゴを、リンゴ自身に引き戻すこととなるんだよね。ところで、末の妹にあたるひまりは、三兄弟の中で最も、普通の子に近い子供だ。彼女は本来ピングフォースアジトと同じアパートに住む子供だったが、実の母親が長く帰らず、ネグレクトの状態だった。その環境は、選ばれない者は死に、選ばれても、魅力が消費されれば捨てられる。生きることは罰だ、という、非常にドライな現実感を幼少期のひまりに与えたが、たまたま一人遊びをしていたショウマに見つけられたことで、その孤独は終わりを迎える。その時にもらったショウマのマフラーは、彼女にとってかけがえない絆の象徴となり、手編みの品が、病弱な彼女の感謝の気持ちとして編まれるんだよね。高倉家の親兄弟に愛された体験は、彼女を年相応の女の子へ戻し、二人の兄の献身の甲斐もあって、両親に対する強い依存や憎悪は残らなかった。一方で夫婦の失踪や友人たちとの別れは、確かに彼女の心に影を落としているし、病弱な自分が、兄たちの負担となっている事実に罪悪感もある。ひまりの人生において、幼少期から運命の人であったショウマが精神的な支柱であって、カンバは病に侵された自分を生かすための、肉体的な支柱となっているんだよね。そんな兄弟という、非常に小さなコミュニティで常に暮らしている彼女の前に、突然現れたのが、リンゴという貴重な同世代の女友達だ。普段話せない、兄たちに対する思いや相談ができる新しい大事な友達ではあるものの、リンゴの存在で変容していくコミュニティに、常に守られてきた自分の居場所が、なくなってしまうのではないか、という不安も感じ始める。そこにさらに、カンバの実の妹であるマサコと直接対面することで、初めてカンバが、何のために行動しているのかを知ることとなるんだよね。ひまりはカンバとショウマから手厚く保護されてきた反面、皮肉にも三兄弟の正しい状況は、常に外部の人間から知らされる。でも、だからこそひまりが病で弱った体を引きずってでも助けたいと思うのが、高倉ひまりでいさせてくれた、カンバとショウマなんだよね。さて、そんな閉じられていた三兄弟の関係は、ピングドラムの存在によって、二人の外の人間を呼び寄せることとなる。ショウマがピングドラム探しのために接触する荻野目リンゴと、自らのピングドラム探しと個人的な思惑でカンバへ近づく、夏目雅子だね。必要とされない自分の代わりに必要な他人の代替になる、リンゴと、自分にとって必要だった相手が別の誰かの必要になってしまった、マサコ。この二人はどちらも劇中でカンバやショウマから、ストーカー、と言われたり、共通点もあるけど、高倉家とどのように関わっていくかなど、彼らの背景は対照的なものになっているよ。リンゴは、家族がテロによってモモカを失った日に生まれた子供だ。幼少期の彼女は確かに普通の家族に愛されたが、家族の中にはより愛されていた子供がいた。他でもない、姉の桃花だ。彼女の母親は、弔いも兼ねて、カレーの日、を決めるほど姉の死を受け入れられず、彼女の父親は、リンゴがいるにもかかわらず桃花を引きずり続ける母親を見かねた。結果的に彼らは離婚に至り、それぞれあの時代を自然と乗り越えていったのだが、言い争うかつての両親を見ていたリンゴだけは、自ら大きな呪いを抱えることとなる。桃花が家族の元に戻ればいい、似た存在である自分が桃花そのものとなればいい、と解釈してしまい、姉の遺品である、運命日記を元に、以来彼女は桃花としての生活を始めてしまうんだよね。だから前半のリンゴは、非常にポジティブな発言がよく目立つ。自分が頑張れば何もかも元通りになるんだ、という心意気で行動しているから、常にうまくいくイメージトレーニング、妄想劇場、も行って、自分を目的に集中させている。だってそうでもしなけりゃ、離婚成立の時点で昔の家庭には戻れない現実が耐えきれないし、何よりここで折れてしまったら、長い間自分が我慢してきた努力が全て水の泡になってしまう。
そんな中彼女の前に現れたのが、運命日記を狙う翔馬だった。初めて自分のプロジェクト M を共有して、桃花の代替品になろうとするリンゴに、面と向かって意見をぶつけた外部の人間が、彼だったんだよね。目指していた、桃花の代替品としての彼女は、皮肉にも本当にユリが求めていたものだったけど、そして翔馬がリンゴの事情を深く知るようになったのと同じく、リンゴもまた、ようやく自分が、他人のことを考えず、自分の事情に必死になっていたこと、に気がついたんだ。それ以来、猛省したリンゴは初めて家族以外の人間のために行動するようになるし、それまで強い呪いであった桃花の運命日記は、転じて高倉家を救うための手段となる。リンゴはその名の通り、銀河鉄道の夜のリンゴと同じく、違う者たちの間に立つつながりであり、その妙案を体現してるキャラだと思うな。では対する雅子はというと、彼女は加害者側として父親と兄を失った子供だ。雅子はピングフォースに加担していた夏目家の父親に、兄のカンファ、弟のマリオの三兄弟揃ってアジトへ連れてこられていた。兄弟仲は良く、互いに愛があった。とりわけ雅子は父親が語る理想論に疑いを持たず、幼少期の彼女には親子愛から派生した忠誠心と、豊かな伸びしろがあった。だからこそ、愛する兄のカンバが自らを犠牲に自分たちを夏目家に戻したことは、当時の雅子にとっては、愛する父親と兄を同時に失うという、肉親と切り離される悲しみでしかなかったんだよね。その上夏目家の子供に戻った雅子は、新たな家庭環境に悩まされることとなる。大企業である夏目家としては、よりにもよって親族がテロリストになったとか口が裂けても言えない。当時の夏目家当主である祖父にとって、愛する父は恥知らず以外の何者でもなかった。しかも戻ってきたその娘と息子は、父の所業を理解できず甘くさえ愛している。そんなろくでなしの父親から解放し、夏目家の未来を背負う立派な人間として育て上げなくては。夏目家の方針は至極真っ当なものだったが、祖父自身が幼い子供に対して強硬的すぎたのが問題だった。体の弱いマリオにまで向けられる旧態善な教育姿勢と、父に対する足ざまな態度が、幼少期の雅子に、何度も暗殺する夢を見るまでの憎悪と呪いを植え付けたんだよね。その上そんな環境の中で、父親やカンバの接触が細々と続いてくるんだから、雅子にとって、遠く離れた肉親が気遣ってくれる、愛、はさらに尊いものに見えただろう。しかし皮肉なことに、一般人の領域に戻り、二つの異なった環境を経験した雅子には、父を忘れ、夏目家にふさわしい人間として生きろ、という祖父の呪いと同時に、自分が戻るまで耐えてマリオを守ってくれ、という、実の父からの呪いもかかってしまった。肉親、そして自分も飢餓の会に関わりながら、弟のマリオを守り続ける姉として生きていくこと、夏目の呪いは、本人たちが死してなお雅子の未来を規定するものだったんだね。そして父親は死亡し、カンバが高倉家の子供となってから連絡は途絶え、日記祖父もフグの毒で自滅、かつて有望なテロリスト候補として愛された、彼女自身の才覚によって、雅子は16歳にして、夏目ホールディングスの後継ぎとなった。本人はちゃんと愛された自覚があるから、テロで愛する人を失った他のキャラと違い、自分がなぜ今の立場に残されたのかは理解している。だからこそ、才能を認めた父の愛以上に、彼女の身の振りを案じたカンバの愛を取り戻したいんだよね。具体的にいつ頃からかはわからないけど、カンバのことは一方的に監視して、動向をつぶさにチェックしているようだね。あとカンバの嫌がりようから察するに、匿名で愛が重い贈り物もしてる。逆に言うと、この明らか一般人のやり口じゃない監視体制のおかげで、いち早くカンバが飢餓の会からお金もらってるのがわかるという、なんとも言えなさ。しかしあんな手口で囲われるのを、ストーカー、で済ませられるあたり。この兄弟、大事な倫理観がずれている。リンゴとマサコの二人が追加されたことで、16年前の加害者、被害者の側面が浮かび上がると、次に出てくるのは新たな間接的被害者、時かごゆりと田吹啓樹の二人だ。どちらも桃花に家庭環境から受けた呪いから救われ、そしてテロによって失った。ユリの父親は彫刻家だったが、同時に自分の価値観を物理的に振るう人間でもあった。自分は醜いから愛される資格がない。父親の手で完璧な美しい存在にならなければならない。彼は母親譲りであるユリの姿を醜いと否定し、父親しか頼れない幼少期のユリに、自分だけが彼女を価値ある姿へ変えられる、というマインドコントロールと、とても強固な、ルッキズムの観念を植え付け、心と体のどちらも虐待していた。
多分母親の件もあって、周囲にもそれは薄々気づかれていたんだろうけど、それで距離を置かれることは、ユリの中で父親の説明が補強される要因にもなってしまった。そんな強力な洗脳状態にあった幼少期のユリに臆せず声をかけ、ユリを父親から身を挺して解放したのが桃花だね。彼女は素直な言葉と、愛に満ちた世界観、そして自身の最大の秘密である。運命の乗り換え、という奇跡を叶えるため、虐待しへ向かうユリのためにその身を焼いた。以来ユリは、桃花を心から信じ、桃花の価値観で自尊心を取り戻しつつあったはずだけど、反面桃花が失われた反動も大きく、大人になってからの方がむしろ、解放されていたはずのルッキズムと人間不信に、余計に縛られているんだよね。どうしても桃花が失われたのが認められないユリは、同じく桃花に救われた旧友、田吹に仮面夫婦としての結婚を持ちかけ、高倉家への復讐のみならず、桃花と非常によく似た妹である、リンゴとも接触を図ろうと考える、日記に準じて行動しているはずのリンゴの先手を打ち続けたあたり、おそらく荻野目姉妹以外で日記の中身を知る、唯一の人間なんだよね。しかしリンゴに対する強引なアプローチの結果は、田吹に抱かれようとしたリンゴ同様、結局ユリは本気でリンゴを、桃花の代替品として扱うことはできなかった。本当の自分を知れば誰も愛さない、と悩んでいた分、実は本心を知っていたり、自分を消費せず、素直にさらけ出してくれる相手に対しては甘いところがあるんだよね。だから仮面夫婦を持ちかけた田吹が、全くユリに本心を明かしていなかったのが、判明した時、田吹に平手打ちを食らわしたんだ。唯一桃花の思い出を共有できる田吐に対して、オープンに気持ちを吐露していたのは、多分彼女なりの誠意で、同時に田吹の本心も理解したいから、吐露してほしい、というコミュニケーションの意図があったんじゃないかな。一方の田吹は、桃花に関して最低限の言葉でしか語らなかったけど、実はユリ以上に桃花の喪失が大きすぎた人物だね。ピアニストの父とピアノが好きな母親の間に生まれたが、母親は父親の才能を見限って離婚を決め、ピアノを習わせていた幼少期の田吹に、才能がない者は愛される資格がない、という呪いを植え付けた。音楽に時間を捧ぐ彼は、母親から送られた小鳥しか友達を作れず、母親に才能を認められ続けることだけが、母親の愛を得られる手段だった。趣味の野鳥観察は、おそらくここから来てるんだろうね。その後に生まれた弟が、全部の才能を持っていることに気づいた田吹は、最もピアノが上手いであろう自分の伸びしろを、あえて自ら潰すことによって、後々失われるであろう愛の代わりに、母親からの哀れみという愛を得ようとした。しかし母親は彼を顧みず、錆びて出られなくなった小鳥の鳥かごを抱えたまま、幼少期の田吹は子供ブロイラーへ送られることとなる。だからこそ、彼のピアノを弾けなくなった田吹ごと愛し、自分の手を傷つけてでも迎えに来た桃花は、彼の少年時代の全てとなったんだよね。そして何度も他人に語っていたその言葉に、何一つ嘘偽りはなかった。瓜二つのリンゴから桃花を見出せず、思い出の共有では到底心が休まらなかった田吹は、リンゴを桃花の代わりにしようとしたユリよりも、桃花の存在に依存していたんだよね。それゆえ、高倉家に対する憎悪も並大抵のものではなかった。最終的には、高倉夫婦の居場所まで自力で突き止めるしね。でも念願の高倉三兄弟に対する復讐は、看板に自分を救った時の桃花が重なったことで、結果的には看板を助けようとしたひまりを、逆に田吹が救い出す形で終わりを告げた。そして二度と会うつもりはなかったであろうユリが、私たちの家に帰ろう、と、わざわざ自分を追いかけ、迎えに来たことで、田吹は桃花のいない世界で自分が生きている理由を、理解するんだね。そのやりとりは図らずも、彼らが元来求め、かつて桃花に与えられていたものだったから。情報量が多い。わかんない人向けに詳しく書いてたらなんだこの一人当たりの長さ、見ろよこの無残な図解のごちゃごちゃ感を。情報の圧縮度おかしいよ。要約すると、実の親に愛を与えられなかった、親から愛は与えられた、という分類と、テロによって初めて与えられた救世主の愛を失った、愛を与えられたがテロによって負の遺産を残された、という分類があるんだよね。以前、イケベのおじさんの愛をなぜ三兄弟は理解しないのか、という感想を見たことがありますが、そもそもイケベのおじさん家族で代用できるならひまりだけにあんな必死にならないし、それで収められる理性が働く人間だったら、ピングドラムなんて探さないんですよね。それぐらいピンドラの主要人物って、どうしようもなく追い詰められた人間ばっかりで、
そしてその背後に常に存在しているのが、モモカでアリサネトシなんだよなぁ。ウテナを知ってる人間には、もろにこの二人はオマージュにしか見えないんですが、オウム事件と銀河鉄道の夜がモチーフにぶち込まれてることも踏まえると、大変やばい。モモカとサネトシが互いを見つけたのは、手段と目的の違う、世界を救うもの、革命するもの、同志だったからだと思うんだけど、どちらもその存在自体が救世主となり得て、他人に愛ゆえの変革を促すあたりが、解放の救済と依存の呪縛の裏表であるディオス、アキオ概念でもあり、さらに、一人の救世主を立てる集まりができる、描写で、宗教の側面を強めに出してくるのがピンドラなんですよね。15話のユリカイとか特に宗教の良し悪しみたいな話に見えてくるし、恐ろしいのは、他人の未来を失わせまいと本人が行動するモモカと、サネトシの意志を継いで世界を浄化しようと行動している気がのかいが、表面上どちらも、皆の本当の幸いのために、動いてることで、でも根底にあるのは、愛による救済を行うために迷いなく代償を支払えるモモカと、現在の世界を否定するために、救済を餌に他人に代償を支払わせるサネトシなんだよな。現実問題、詐欺師みたいな手口だろうと差し出されたら手を取ってしまう人々はいるし、愛すべき人間が誰かのせいで奪われたら、誰でも狂信者になってしまう可能性はある。個人的には、このめちゃくちゃセンシティブな問題に真っ向から着手した上に、ちゃんとエンタメとして作り上げた点だけで、ものすごいアニメだと思うよ。あと、ついつい重めに語ってしまいますが、ネタが全部割れると、1クールでのユリの挙動が全部面白く見えてしょうがなかったり、兄のために行動してるはずのマサコがそれでもやべえやつにしか見えなかったりで、この人怖い、って思ってたキャラの方が、逆に笑えてしまったりして、ユリ絶対なわしの免許持ってると思うんだよな。でもうこんな時間限、電車より過ごしちゃうわ。作品についての推しが大体発散されたから、じゃあ声優についてでも話すか。回るピングドラムは主要人物に、当時新人だった人たちが結構いるんだよね。一番わかりやすいのはカンバ役の木村昴さんで、実はジャイアンで声優デビューしてから、初めて演じた、ジャイアン以外の役が、カンバだったんだ。リアタイ感想でも、結構視聴者から突っ込まれてたね。後年のインタビューでは本人曰く、オーディション後に監督から直接、君ほど下手くそな人に僕は会ったことがないが、君の声が好きだ、という、衝撃的な評価とともにカンバ役を任されたそうだよ。代わりにアフレコ開始前から、監督にみっちり稽古をつけられたみたいだけどね。今ではヒプノシスマイクなどでも大活躍している声優さんだけど、回るピングドラム、で、別のお兄ちゃんとして拾われたことが、ようやく声優として次のステージに進めた、大きな転機になっていたんだ。後年、ゆりくま嵐。で銀行を演じることとなる、ひまり役の、荒川美穂さんに至っては、このアニメが初めての主要人物への抜擢。可愛いけど、印象的な声をしているよね。逆に昭和には、当時から若手声優として実力を発揮していた木村洋平さんが当てられ、ピュアな反応をフレッシュに演じきっております。三兄弟について回ることとなるペンギンたちも、それぞれの声優さんが、一話アフレコの時に急にやってくれと言われ、無茶ぶりに近い形で演じているよ。強烈なサブキャラとして登場してくる荻野メリンを演じる、三宅マリエさんも、ようやく主要人物をこの役で射止めたんだよね。キャラに入り込むあまり、途中の展開で熱を出して寝込んだこともあるとか、その他、マミコの悲劇、ともじられてしまうのとマミコや、もはや出てくるだけで勝手にざわつかれる石田明、クール系の堀江由衣といった実力者が囲んでいるんだけど、銀河英雄伝説のナレーションでおなじみやら優作さんやら、一回しか出てこない役で急に島本澄さんが出てきたりと、地味に脇を固める声優陣も、えらいことになっているので注目だ。音の面では、音楽にも触れざるを得ない、全体の劇版を担当するのは、後のユリクマ嵐やサラザンマイでも関わり、最近さらに活躍の場を広げている作曲家、橋本ゆかりさんによるもの、日常のささやかなシーンから、その裏にある不穏さ、切実さを表す BGM は、一度視聴すると、物語と一緒に耳について離れません。その一方で、最も特徴的なのは橋本さんの手で生まれ変わった挿入歌だろう。劇中の挿入歌、時にハエンディングとして物語を強く後押ししてくるのは、監督が若い頃に好んでいた社会派ロックバンド、ARB のカバーソングだけど、リアレンジの結果、少女3人組のアイドルグループ、TripleH の楽曲として、エレクトロニカのアイドルソングに大変身。特に、ロックオーバージャパンは劇中のバンクに使われた結果、
急激に知名度が上がり、挿入歌をまとめた CD が発売されるや否や、初登場でオリコンに食い込み、図らずも ARB 自体の再評価につながったんだ。この起用には、収録曲の作詞作曲を手掛けた第3期ギタリストの白浜久志も驚き、ご本人までリアタイ視聴を始めるという事態まで発展。そんな新感覚アレンジの挿入歌集は、TripleH の、キャラクターソング、アルバムとして、気軽に購入できるんだけど、サウンドトラックの方は円盤特典となっているので、ぜひとも物語とセットで購入してくれよな。また、回るピングドラムは、放送当時から小説版も発売されており、今では柴田井鈴先生による漫画版も発売中で、しかも公式でガイドブックまで発売されているので、このアニメを、より多角的に捉えられることでしょう。これで話についていけなくても安心だぜ。そしてキャラデザ原案の星野リリー先生による、ビジュアルブックもあるので、そちらのファンにも安心。ああ、気がついたらこんな時間じゃねえか。みんなは余裕を持って計画的に電車に乗ろうね。それでは駆け込み乗車でまとめに入ろう。今回の推しポイントオープン。爆発的な演出力とシナリオの濃密さを兼ね備えた物語。ポップなデザインから繰り出される挑戦的な文脈。愛、罪、罰、それらを内包する家族についての問題定義。実際に放送されて最終回を迎えた時、このアニメが深く刺さったのは、むしろかつてのウテナを知らなかった、若い世代の印象があります。物語を構成している文脈は過去に由来するものですが、作品を発信する時代ごとに、そこに漂う空気感を拾い上げ、若い世代へぶつけていける石原監督の技術力が、ここにも詰まっています。これは自分の世代的な感覚かもしれませんが、正直自分にとって、この作品は心情描写が非常に生っぽく、間違いなく、好きなんですが、同時に言語化できるまでの消化に、苦労した物語でした。育った環境によっては、かなり視聴が辛い作品になるかもしれません。特にサラザンマイから監督を知った人に勧めていいのか、未だにわからない。それでも、このアニメで書かれているドラマの行く末や、終盤にはっきり言語化されている作品のメッセージ性に、絶対、間違いなく今でも救われる人々がいると思っているから、私からあなたに、この果実を送ります。どうか、何者にもなれないと苦しんでいるあなたと、この何とも言えない気持ちを、分かち合いたいのです。それではここまでのお相手は、ゆっくり霊夢でした。また次のアニメ推しで会いましょう。かんちゃん、しょうちゃん、さようなら。おい、戦うぞ。いいか、お前はな、風のサーガなんだ。いや、こいつ本当に風のサーガか？